はい、どうも、トラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、1232日目ですね。はい、現在2023年4月23日の、午前10時42分43分なんですけども、今回はプロスピフェスタですね。あと1日と4時間、まあまだ丸1日以上残ってるんですけども、累計分、一応フェスチケット所持数今603枚なんでね、一応累計分全部終わりましたんで、そうですね、累計も終わってますんで、まあ福引き回してね、1等2等も出ればね、開封もしたいなと思ってます。はい、まあ、一応あの累計のね、契約書 A ランク契約書とかね、 A ランク自治契約書、それも開封したいなと思ってますんでね、まあぜひ1等出てほしいなと思ってます。阪神純正の方は1日足らずで一応600枚いったんですけども、まだ1等出てませんのでね、こちらオリックス純正編ぜひ出てほしいなと思ってます。それではいきます、1等お願いします。さあ、ちょっとこの累計のね、600枚以内で出てくれたら嬉しいんですけどね、どうでしょうか。阪神純正編では600枚では出ませんでしたからね。お、チャンスが来た、一発目もう来い、一回目から来い。おー、ビナン局長、はい、まあまあまあ、まだね、まだありますから。さあ、早めに来てほしい。もうチャンスある、いいね、いいペースよ。スタート、うん、エナジーエナジーね、ちょっとね、オリックス純正編あのエナジー数えるの忘れてましてね、何本使ったかわからないんですけどね。はい、おー、ビナ局長か、はい、残念。さあ、エナジーもいっぱい来てほしいんですけどね、どうでしょうか。うん、エナジー、うん、あともう500切れましたね。はい、もうチャンスある、いいよ、さあ来い、うんうん、おお、まだか、エナジーですよ、さあ来い。おお、結構超チャンスあるいかな、うん、おお、まだ、あー、ビナン局長か残念やなまあまあまあ、まだね、まだ半分いってませんからね、まだ438。さあ、ちょっと早めに来てほしいな。1枚でもね、1等来てくれたらちょっと気楽なんですけどね。さあ、どうでしょう。おー、ビナン局長、あと400。おー、 B ランク局長、連チャン、まあ、B ランクもね、 B ランク局長もね、いるっちゃいるんでね。さあ、1等出てほしいな。おー、 B ランク局長、結構 B ランク局長来るな。うん、エナジーも来てほしいですね。あんまり来てないような気がするな、エナジーも。さあ、そろそろチャンスタイムぐらいは来てほしいな。あんまりエナジー来てない気がするな。うん、なんかスカウトポイント多いぞ。うん、エナジーも来てへんな。お、エナジー来た。さあ、お、チャンスも来た。来い、もう来い、一等来い。おお、二等来ましたね。まあ、A ランク客勝。はい、まあ、二等は来ました。はい、よかったです。はい、とりあえず二等来たんでよかったです。まあ、あとは一等ですね。来てほしいです。お願いします。あと318。さあ、お、チャンスも来た、いいよ、来い、ほんまに来い。ああ、ビナン客車か、いや、残念やな累計のね、やつも開封して開封しますんでね。はい、まあ、できればね、1等出て開封したいんですけどね、どうでしょうか。もう半分切りましたんでね、厳しいかな。エナジーいいよ、うん、あと248。さあ、ちょっとそろそろね、ほんまにまだ2等1枚だけなんでね、あかんな、無理か、ないか。お、チャンスも来た、さあ来い、うん、
エナジーも来てほしいよ。お、エナジー来た。おお、まだか。お、超チャンスタイム、超チャンスタイムになりましたよ。さあ来い。うわー、ミラッカー。なんやそれ。あともう200切れましたね。188。いやー厳しいかな。お、ビラン局長、ビラン局長結構来るな。さあ来い、突然来い、一等来い。うん、うわ、なさそうやな。ないんかこっちも。残念やな。まあまだあと1日以上あるんでね、もうちょっとまあ試練。おお、2等来ましたね。2等これで2枚目です。はい、2等2枚。さあもうこうなったら1等来てほしい。ほんまにあと130しかないけど。ほんまに来てほしい。2等は2枚来ましたよ。さあ来い。ないかな。まあでも2等2枚来たんでもね、箸受精よりはマシなんでね。箸受精も、2等 1回だけでしたからね、累計まででね、はい。さあもう100個切りましたんでね、ちょっと厳しいかなっていう感じですけども。そっか、まあ累計まででね、なかなか出ないかなっていう感じはあるんですけど。おお、チャンスチャンス。さあこれが最後のチャンスかもしれない。うわー、みんな客車。早いな。あともう53ないかな。ないっすね。おチャンス、これで来い来い、最後に。ああ、ビラ来た。なや、おお、ビラ来ちゃう。あと30、もうないっすね。まあまあ2等2枚来ましたんで、まあ、よしとしますわ。まだあと1日ありますんでね、もうちょっと試練やるんで、またそれで出てくれればね、いいんですけどね。あともう次最後ですね。はい、おチャンス最後で。さあ来い、最後。あ、ないか。はい。はい、これでまあ一応累計も600いきました。結局1等は出ませんでしたね。2等2枚出ました。はい、まあ、開封の方もしたいなと思います。はい、まあ、チャンスタイム中なんでね、また次ちょっと期待したいなと思ってます。はい、それではエナジーどれぐらい返ってきたかですね。80、ね、累計までで、ね、阪神術編91やったんでね、ちょっとこっちの方が少ないですね。はい、それでは契約書ね、開封しますね。 A ラン契約書、2枚は確実になりますよね。3枚ありますね。はい、 A ラン契約書3枚いきますわ。このこれとで、2等のやつですね。でこれ累計のやつと、あ、そっか、これまでで4枚ですね。 A ラン客車4枚いきます。で A ランクチーム客車も最後いきます。はい、とりあえず A ラン客車4枚いきます。オリックスの選手お願いします。あー、結局1等出へんかったか、残念やな。まあまだね、まだ分かりませんから、もうちょっとまた貯めて1等出したいなと思います。さあオリックスの選手来い。エスコバー選手、横浜。矢崎選手、広島。高梨選手、ヤクルト。最後ウォーカー選手、巨人。はい。オリックスコス。はい、残念です。それでは最後に A ランク自チーム契約書、これ開封します。頓宮選手、もうぜひね、もうここのところずっと言ってますけど、頓宮選手来てほしいです。お願いします。来い。トング選手ね、ちょっとここのところずっと狙ってるんですけどね、まあ、全然来てくれないんで、ね、ぜひここでちょっと1枚来てほしいです。来い、トング選手。うん、宮城選手。はい、宮城選手は結構持ってますわもう。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。ちょっとまあフェスタね、福引き、累計分600回したんですけども、まあ、1等出ず、まあ、2等2枚出ましたけどね、1等出ずということなんで、あと1日と4時間、もうちょっとあの試練やりたいなと思ってますんでね、まあ、それでまた出てくれればなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。